皆さん、こんにちは。今回は日本が誇るスーパースターオリックスバファローズの山本由伸投手について、その素顔に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。山本由伸投手といえば、 NPB 史上初の2年連続投手4冠という偉業を成し遂げ、まさに日本球界のエースと呼ぶにふさわしい活躍を見せています。150km 毎時超のストレートに、フォークやスライダーなどの多彩な変化球、24歳にして申し分ない投手としての能力を備えているのです。しかし、そんな山本由伸投手も高校時代は甲子園出場経験がなく、ドラフトでは4位指名、アマチュア時代は全国区の知名度はありませんでした。一体どのようにしてトップ投手へと成長を遂げたのでしょうか。山本由伸投手の出身地岡山県を訪ね、彼のルーツに迫ってみました。岡山県南東部に位置する備前市は、古くから伝統工芸品備前焼の産地として栄えてきた地域。山本由伸はこの地で生まれ育ちました。幼少期、山本由伸投手は地元の軟式野球チームリベパワフルズに所属。小学6年生の時には全国大会への出場も経験しています。チームメイトには現在もオリックスで共にプレーする頓宮裕真捕手がいました。ちなみに山本投手と頓宮捕手の実家は隣同士、幼なじみとしてライバルでもあり親友でもある間柄だったのです。中学時代に進むと軟式から硬式へと移行、山本由伸投手が選んだのは東岡山ボーイズです。同チームの指導者の方々に当時の山本少年について話を聞くことができました。驚くべきことに、東岡山ボーイズ時代の山本由伸投手は投手ではなく二塁手がメインだったのです。小柄な体格で飛び抜けた能力はなかったものの、持ち前の器用さでレギュラーに定着、投手としてマウンドに上がることもありましたが、エースではなく控え投手だったのです。代表の藤岡末吉さんは背も低くて線も細い子でした。器用なタイプではあったけど、決して飛び抜けてうまいというわけでもない。うちには毎年1年生が入団してきますけど、どこにでもいるような普通の選手でしたと振り返ります。指導者によると、練習でも本気を出さないことが多く、監督から叱られる寸前で持ち前の愛らしい笑顔を見せるなど、大人の目をかいくぐる術に長けていたとか、野球センスだけでなく処世術の才能にも秀でていたようです。監督の中田紀彦さんは、怒られないギリギリのラインを見極めるのがうまいんですよ。あれ、ちょっと手を抜いているかなと気づかれた瞬間に少し力を入れたり、それが続いていい加減注意しようかと思うと、今も変わらないですけど、あのくしゃっとした可愛い笑顔でこっちを見つめてくる。そうなると肩透かしを食らってしまって叱ることもできないと明かしてくれました。中学3年生の時点でも身長は 170cm 程度、同学年に互角の力を持つライバル投手がいたため、エースナンバーの1ではなく4を背負っていました。さらに東岡山ボーイズは山本由伸投手だけでなく打撃陣も充実していたチーム。彼が4番を打つようなスラッガータイプではなかったこともあり、打順は2番、足も速くはなく盗塁を決めるタイプでもありませんでした。副代表の豊田康弘さんは、本気で走っている姿を見たことがないと笑いながら話してくれました。控えめな性格からキャプテンを任されることもなかったそうです。ただコントロールの良さや多彩な変化球のレパートリーなど、現在のスタイルにつながる資質はすでに見て取れたようです。コーチの片山隼人さんは、肘をきれいに抜いて投げられるタイプで、いわゆるお手本のようなフォームだったと振り返ります。決して際立った存在ではなかったものの、オーソドックスなフォームから放たれる球には光るものがあったのでしょう。地道に技術を磨き、着実に力をつけていった山本由伸投手、中学3年時には念願の全国大会出場を果たします。チームの主軸として活躍し、野球人としての基礎を固めていったのです。高校では宮崎県の名門都城高校に進学、指導者の期待を一身に集める存在となりますが、すぐには結果を出すことができませんでした。1年生の秋にベンチ入りを果たすものの、甲子園出場はなし。2年生の秋に8試合に登板するも、目覚ましい結果は残せません。実力以上の期待を背負わされたプレッシャーもあったのかもしれません。しかし
山本由伸投手は決して諦めることはありませんでした。2年生の秋、思い切ってフォームを変更。誰もが認める速球派から独特のやり投げスタイルへと変貌を遂げます。周囲からは懐疑的な目で見られることもありましたが、山本由伸投手は信念を貫き通しました。3年生になるとついに才能が開花します。マックス 150km 毎時を超えるストレートに、キレのあるスライダーやチェンジアップ、多彩な変化球を操る本格派として一躍脚光を浴びるようになりました。この年、都の城高校は春夏連続で甲子園に出場。山本由伸投手も念願の全国の舞台を経験します。結果は2大会とも初戦敗退に終わりましたが、投手としての力は確実についていました。2016年のドラフト会議でオリックスバファローズから4位指名を受けた山本由伸投手、当初はプロで通用するのかと不安視する声もありましたが、彼は黙々と練習に打ち込み、着実にステップアップしていきます。ルーキーイヤーから2軍で頭角を現すと、2年目の2018年には開幕1軍入り。前半戦だけで4勝をマークし、防御率 1.95 の好成績を収めます。シーズン終盤にはセットアッパーとして定着。20歳にしてリーグ最優秀防御率のタイトルを獲得したのです。2019年には先発ローテーションの一角に座ります。18試合に登板し8勝6敗、防御率 3.95。 まだ安定感を欠く部分はありましたが、確実に成長を遂げていました。そして2020年のシーズン、山本由伸投手は NPB を代表するエースへとついに大輪の花を咲かせます。11試合の登板で8勝4敗、防御率 2.20、 奪三振率は驚異の 11.01。 文句なしのナンバーワン投手に躍り出ました。2021年、2022年と山本由伸投手の進化は止まりません。2年連続投手4冠という偉業はまさに歴史的快挙。11試合連続2桁奪三振、16奪三振を2試合連発するなど、次々と衝撃的な記録を打ち立てていきます。日本球界の頂点に立った24歳、誰もが彼の才能を認めざるを得ませんでした。目立たない少年が不可能を可能にするスーパースターへ、山本由伸投手の半生は私たち一人一人に大きな勇気と希望を与えてくれます。平凡な学生時代、周囲の期待に苦しんだ日々、それでも諦めることなく、ただ野球に打ち込み続けた選手がいた。だからこそ彼は今この地位にいるのです。山本由伸投手の物語が示すのは、才能だけが全てではないということ。誰もが抱く夢、そこに向かって地道な努力を積み重ねること、自らを信じ前へ前へと進み続けること、それこそが私たちに必要な資質なのかもしれません。彼のプレーから私たちは何を感じ取れるでしょうか。技術的な凄みだけでなく、人間的な魅力にもあふれた選手がそこにはいます。常に謙虚な姿勢を忘れず、チームのために全力を尽くす、ファンサービスにも手を抜かない、そんな山本由伸投手の姿はスポーツの真の価値を教えてくれているのです。プロ野球ファンのみならず、夢を追いかける全ての人々にとって、山本由伸投手の半生は計り知れない意味を持っています。諦めない心、信念を貫く強さ、仲間を大切にする心、彼から学ぶべきことはあまりにも多いのです。今シーズンも山本由伸投手から目が離せません。彼のピッチングに込められた思い、グラウンドに立つ姿の佇まい、ファンを魅了するあの笑顔、私たちはスーパースターの活躍を心の底から願っています。日本が、世界が山本由伸投手というかけがえのない才能を手にしたことを喜びたい。彼はまだ24歳、これからもきっと私たちの期待を裏切ることはないでしょう。新たなレジェンドの誕生、山本由伸投手の伝説はまだ始まったばかりなのですから。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。